お疲れ様です。お疲れ様です。はい、今週も始まりました。はい、今日は雨がすごいので。そうですね、と今頃雨の音もちょっと入っちゃってるかなとは思いますが、うん、さっきねすごい集中豪雨みたいな感じで、うんうん、なんか今もだんだん強くなってきましたけども。そうそうね、うん、僕昨日ですね、はい、まあ、昨日定休日だったんですけど、うん、僕また昨日歯医者さんだったんですよ、うん、いやーでもねなんかこうすっきりいたしましてですね、うん、まあ、昨日はこう、まあ、歯石取りと、うん、なんかこういろんな、まあ、チェックみたいな感じだったんですけど、うん、まあ、だいぶこうすっきりして、うんうん、歯も綺麗になって、うん、とても良かったなと思うと同時にですね、うん、まあ、これをキープしなきゃいけないんだなっていう。そうですよね、はい、すごくこう感じさせられまして、うん、まあ、自分自身もそうなんですけど、なんかこう子どもの歯磨き、うんうん、もうちょっと今以上にちゃんとしてあげようかなって思わせられた歯医者さんでした、うん、あ、よかったでございますはい、そうなんですよ、まあ、何でもね、うん、うちらのこういう仕事もそうですけど、うん、はい、まあ綺麗なね髪をスタイルを意識ねこうキープするっていうのはやっぱりこう多少の手間と、うん、ねその気持ちが必要ですからね、うん、そうでしょう。まあいやだからさ、普段僕たちはこうねこの仕事を通して、うん、そういうことをお客様に言ってるわけじゃないですか。まあそうですね。そうでも改めてねこう、まあ、僕は違う場でそういうことをこう感じたと。いうことなんですけど、はいはい、あのとても雨が強くなってきたんで。そうです、はい、もうね多分雑音でしかない。そうだね、うん、まあもうちょっと今日は終わりにしようかの方がね聞こえにくくなっちゃうからね、うん、いいと思う。これはやばい、はい、そうですね、うん、じゃあすいません、また明日の夜の動画でお会いしましょう。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。